今日はまあ、この台の性能目いっぱいで引き出すような状況なので違いがよく分かったと思うんですけど、まあ、普段はね、そこまでのことはやらないんでマイコスでも十分満足できるんじゃないかと思うんですが、何が一番違いました？やっぱりその先の定常音もそうですけれども、コーナリング時の安定感っていうんですかね、まあ、絶対に滑らないというわけではないんですけども、滑り方がまあ明らかに平行といいますか、変によれて滑っていくような不安感のあるようなものではないかな、そこはまず最初に感じたところですね。そうですね。あとはブレーキのね、やっぱりこう限界時のブレーキっていうのは、まあ、いざとなったらブレーキ踏まなきゃいけないんですけど、やっぱりこう体に感じる精度が違いますよね。そうですね、はい、実際の距離も短いですしね。であとこういうそういうようなこう、まあ、ワインディングはもうこういうミニバンでね、後ろ人がたまったもんじゃないですか、知らないですけどただやっぱり横揺れが少ないっていうのはこれでお分かりいただけると思うんですけど、それってやっぱり乗り心地ですね、後ろの人の後席の乗員のね、パッセンジャーのこう乗り心地みたいなものがやっぱり差があるので、まあ、やっぱりミニバン専用タイヤはそれだけメリットがあるってことだと思うんですね。でもう一つここでは気がつかないんですけど、音パターンノイズですね、はい、それもこのタイヤ結構研究されて静かになってるんですよ。で特に後席の場合は音がこもりやすいですね。こういうミニバンってどうしても、後ろの方はボックス状態ですから共鳴しやすいんで、それがタイヤの音が入ってきやすいんですが、それがまあかなり抑えられてるので、まあ、そういう点でも後ろの人に優しいタイヤじゃないかと思いますね。まあ、ここまで来るときは高速でこのタイヤで来たわけですけども、はい、まあ、その時点で結構その静粛性は変わったなっていうのがすごく感じたんですね。明らかにその交換した直後から違うなっていう、なるほど、感じましたね。やっぱりミニバンはやっぱりミニバン専用タイヤで、こう RV02 みたいなこういう、専用施工されたタイヤっていうのは強みがありますよね。まあここでやったことは、ここでやったことといいますか、はい、限界まで行くと違いが分かるというか、普通の行動で、はっきり気づくような違いではないかもしれないんですけども、まあ、いざという時にはこの限界走行で感じたいところの差っていうのは、まあ、はっきりと出てくるっていうところで、安全性は絶対